厳しい寒さが続いていますが、江戸川区の葛西臨海公園では水仙の花が今見ごろを迎えています。葛西臨海公園には5万球 20万本の水仙が植えられており、開花は去年12月末と例年並みで2月中旬まで見ごろは続くということですが、一面に咲く白と黄色の愛らしい水仙にカメラを向ける人もいました。葛西臨海公園では現在水仙祭りが開催されており、この週末には水仙で有名な伊豆下田の物産展や近郊農家の生鮮野菜の即売会などが開かれます。また水仙祭りのために作られたステージでは、週末を中心にボランティアによるコーラスやバンド演奏などがあり、祭りを盛り上げるということです。